はいどうも、おもむきゼロの京都人セロリ高幸です。お願いします。というわけで今日も始まりました。暇を有効に使ったフットボールラジオということでやっていきたいと思います。で、今日なんですけど今日は J1 リーグ第21節京都サンガ FC VS アビスパ福岡の試合感想。そしてね、他にも J1 リーグ面白い試合がたくさんあったし、まあ、最初に話しておくと注目すべきはヴィッセル神戸が3連勝を果たして自動降格圏を抜け出しているところとか、川崎フロンターレが4対0の圧勝をしていたり、清水エスパルスもね最下位やったけれども勝利して一つ順位を上げていたりと、本当に大混戦極まりない J リーグで、まあ今回はね京都サンガとアビスパ福岡の試合感想を主に話していった後に、俺が見ていたヴィッセル神戸 VS ジュビロ磐田の試合感想も話していけたらなと思っております。じゃあまずは京都サンガとアビスパ福岡の試合について話していきたいと思うんですけれども、夏場の5連戦のちょうど中間地点の3戦目となっている週末の試合やったんよ。でサンガはこの連戦の最初の2試合を1勝1分けとしている中で、前半戦苦しめられたアビスパ福岡と対戦、まあホームで0対1クリュークス選手の左足に沈められたんやけれども、今回はチームの勢いもいい中でゴールも奪えているので期待したいなと思いながら試合を待ってました。で対して福岡の方は試合前順位が13位、サンガとの勝ち点差はなんと1、俗に言う6ポイントゲームでもあるので、ホームで勝利すると福岡は順位を入れ替わるだけに序盤から見応えがありそうな試合になりそうやなと思ってました。で戦術の方もね、 J リーグのチームがよく行うゲーゲンプレスとかポゼッションサッカーではなくて、縦に長いボールを入れてサイドに展開して中で決めきるプレミアリーグのフィジカルサッカーをベースにしている印象があるので、普段とは違うゲームっていうのが見れそうやなと思って待ってました。まあ個人的には後半戦でまた当たるのを楽しみにしてたクラブの一つなので、ここはね本当に期待してた感じやね。で両チームのスタメンを見ていくと、まずホームの福岡、前節は3バックでのスタートやったけど今回は4バックで来るのかなっていった感じのスタメン、前島選手、シチ選手、クルークス選手、田中選手の4人が前節から変更されてスタメン入り。やっぱりクルークス選手は注目やし、最前線の2トップルキアン選手と山岸選手、ここは要注意よね。まあ、岩田戦ではゴールを奪えへんかったものの、決勝点のアシストをしたのはルキアン選手やし、ゴールを奪った山岸選手はまだスタメン。まあスピードのあるルキアン、そしてフィジカルのある山岸選手といった特徴のある攻撃陣をどう抑えられるかが鍵になりそうやなと思って見てました。対して京都サンガの方は前節から変更は2人、ディフェンスラインの左サイドバックのところに荻原選手が戻ってきた。今シーズンは白井選手が高い位置を取って攻撃を牽引していることも多いし、さらに今日のマッチアップがクルークス選手ということで、守備に時間を割かれることはいつもより多くなりそうやなと思ってるんやけれども、そこのねマッチアップに勝って荻原選手のビルドアップからのチャンスメイクに期待したいなと思って見てました。で中盤のところに武田選手が福岡選手に代わって入ってきた。まあ、浦和戦でね後半戦途中から入ってきて流れを変えていたので、ここの2人には特に期待したいなと思って見てたし、ベンチにはね松田天馬選手が戻ってきたっていうのもあって、そこら辺ねいつ投入されるのかとかも注目したいなと思って見てました。そして前半がスタート、立ち上がりまだ5分といったタイミング、福岡は最初のコーナーキックやったんやけれども、クルークス選手からのボールニアサイドで浅田選手が触ったもののファーサイドの山岸選手にまで通ってシュート、これが決まって1対0、まさかのセットプレーの1本目で失点。クルークス選手の左足は悪魔の左足とよく言われてるんやけれども、ほんまにそうやったし、エリア内できっちりと沈める山岸選手のシュート、うまかったですね。ただ試合はまだ始まったばっかりやから、焦らずにプレーしていってほしいと思いながら見てました。で、前半の早い時間帯に失点してしまったサンガやったけど、失点の後はそこまで引きずることなくディフェンスラインから組み立ててポゼッションを増やしていたし、福岡のロングフィードで山岸選手に収められるっていうのが立ち上がりよりは減っていたので、いつ追いつけるのかなと思いながら見てましたね。そして前半の飲水タイム、ここまではどちらも流れを掴んでいるかって言われたらそんなことないっていう感じの印象やったんやけれども、福岡がセットプレーからゴールを奪って1対0、まあリードを奪っていたのは福岡、しかしここまでのボール支配率を見てみるとサンガが 72% とかなり保持しているだけに、高い位置でボールを持てたら試合が動いていきそうやなと思ってました。で長い時間ボールをサンガに持たれている福岡やったんやけれども、最後のところではやらせていないし、サイドの深くまでは持っていかれても中央ではやらせないっていうプレーを徹底していたよね。そして自分たちがボールを持つと速攻でシュートまで持っていって起陣しているので、かなり守備ブロックが安定しているなっていうのがあったかな。でサンガの方はボールは持てているもののシュートを打つ場面が少なく持たされているんじゃないかっていう雰囲気もある中で、中央をどうやって崩していくのか、サイドから中に持っていくときに仕掛けを変えていってゴールを奪っていってほしいなと思ってました。しかし両チーム決定的なチャンスを作ることはなく前半終了、立ち上がりのセットプレーからのゴールが入った福岡が1点
リードで折り返し、まあ、ゲームを作っていたのはサンガっていうのが雰囲気の中にはあるんやけれども、福岡がしっかりと守備ブロックを敷いてチャンスはボール保持の割には作らせてなかったので、流れが傾いたかって言われると微妙な前半でしたね。でサンガの方は後半の立ち上がりの普段の傾向から見るとアグレッシブに仕掛けてくるやろうし、前節の浦和戦は後半の立ち上がりにギアをさらに一つ上げて2点を奪って一時は逆転まで持っていけていたので、その勢いをもう一度見せてほしいなっていうのがあったかな。で福岡の方は先制点を奪って優位に試合を進めていくかって思われたけれども、ボールを握られてポゼッションは少なかったけれども、守備の安定感があったし、ボールの自陣で奪ってからの速攻っていうところではサンガのチャンスよりゴールに直結しそうなチャンスを作っていたので、後半もこんな雰囲気で虎視眈々とカウンターからの追加点を狙ってきそうやなと思いながら見てました。そして後半開始と同時にサンガは2枚替え、白井選手と山田選手を下げて飯田選手と井上選手を投入。サンガはここで3バックに変更して攻撃の時に厚みをさらにかけていこうっていう感じの交代やったんじゃないかな。まあ個人的には守備面でいつもほど大ピンチっていうのを作られていなかったし、そういう場面がなかったので2バックで両サイドバックに高い位置取らせてもいいんじゃないかなと思ってましたね。そして54分サンガはワンタッチパスを駆使して中央にくさびを入れると2列目の位置から大前選手がミドルシュート、枠内に鋭いシュートは打てたもののキーパーがキャッチ。まあここが後半最初のねチャンスやったんじゃないかな。で60分を過ぎた段階でサンガは縦パスが宇高さんのところに何本か入るようになってきて、シュートまでとか中央での崩しっていうのを見せてきてましたよね。なかなか両チームシュートまで持っていく場面は少ないんやけれども、サンガが押してきてるんじゃないかなっていうのがあったかな。しかし64分福岡はコーナーキックからのボールをクリアされるものの、左サイドからのクロスボールにルキアン選手がシュート。これはポストとサイドから決定機を演出してたし、本当にヒヤッとした感じのシュートでしたよね。やっぱり福岡のサイド攻撃っていうのは精度が高いし、一発でビッグチャンスを作ってきたのは侮れないなっていうのがあったね。でなかなか試合を動かせないサンガは68分3人目の選手交代、大前選手に代わって中野啓太選手を投入。まあしばらく公式戦で見てなかったけれども、天皇杯の清水戦では決勝ゴールを挙げるプレーを見せているので、ゴールに期待したいなと思って見てました。しかし試合は動かず後半の飲水タイム、福岡はサイドからの攻撃でチャンスを作っていたし、セットプレーからもゴールに向かっていた。チャンスの量ってところで福岡がリードしている状況はサンガからすると何とかしてほしいなっていうのがあったかな。そしてこのタイミングで竹富選手に代わって宮吉選手を投入。するとオープニングから宮吉選手が最前線で受けて中野選手がシュートと、久しぶりに押し込むプレーを見せてきてました。で75分サンガは中野選手のコーナーキックからのボール、ニアで浅田選手がヘッドも、ここは長石選手がセーブ。同じような角度で浦和戦は竹富選手がゴールを決めてただけに、うわ惜しいなっていう感じだったし、流れがサンガに来てるんじゃないかなっていうようなプレーが連続で出てましたね。で77分福岡が最初の選手交代、田中選手とクルークス選手を下げてドーグラスグローリー選手と渡り選手を投入。サンガと福岡で後半3バックと4バックでミスマッチが起きていたのが懸念やったのか、センターバックを投入して3バックにしてきた。ただサンガからすると縦パスがね中央に入り出したタイミングで中央を固める選手交代っていうのは長谷部監督やるなと思ったし、少し嫌な交代やろなっていうのを思ってました。で81分サンガは最後の選手交代、ここ最近試合に絡めていなかった松田天馬選手を川崎選手と交代で投入。まあサンガの心臓ってくらい攻守に躍動してくれる選手なので、同点への起爆剤となってほしいなと思って見てました。でその直後に福岡も選手交代、ゴールを決めた山岸選手とルキアン選手に代わってファンマ選手と金森選手を投入。そしてサンガはアディショナルタイムまで行くんやけれども、荻原選手がドリブルでね2人を引きつけながらもクロスボールに浅田選手がシュート、さらに宇高さんがシュートも、ここはディフェンダーがブロック。でコーナーキックをねまた獲得するんやけれども、そこではね上福本選手もエリア内に入っていって攻撃を仕掛けていくものの、ゴールを奪うことはできずに試合終了。まあ一触即発な場面がね試合終了間際に見えてたんやけれども、まあ終わり間際やったっていうこともあって、試合中にいざこざがなくてよかったなっていうのがあったかな。でアビスパが2試合連続の宇野ゼロ、ホームで福岡が勝利して連勝っていうことになったし、さらには福岡は今シーズンサンガに対してシーズンダブル、ホームとアウェーの両方で1対0で勝利したっていうのはサンガサポからすると悔しいところでしたね。で福岡がね前半の早い時間帯にセットプレーから先制点を奪うことができて、より自分たちの土俵で戦うことができたっていう感じだったし、90分を通して考えてみるとうまく試合を進めていってたっていうのがあったかな。攻撃の面で組み立てるっていうよりかは守備の方でゲームの流れを掴んでいたっていうのが本当に特徴的なチームやなっていうのを前半戦後半戦ともに思わされましたね。でサンガの方はポゼッションは多くできていたものの、相手のアタッキングサードでのプレーがなかなかさせてもらえなかった。持っていたってい
よりかは持たされていたっていう感じもあったので、前線の選手がどうやってボールを引き出せるのかっていうのが先制点を奪われた後の今後の課題かなっていうのを感じましたね。ただ松田天馬選手が入ってからは前線にボールが収まる場面があったし、縦パスをつけられる場面が極端に増えていたっていうのがあったので、そこはやっぱ帰ってきてくれたのは大きいなっていうのがあったかな。で、サンガは次節日曜日に広島と対戦、その前に水曜日天皇杯で栃木 SC と対戦するっていうこともあるから、まだまだ連戦が続くこの夏場の戦い、天皇杯もリーグ戦も頑張っていってほしいし、広島戦に関しては今シーズン戦った時かなりゲームを握られて支配されていた印象があるんよね。で、さらには上位で優勝争いに参加していける勝ち点を獲得している相手っていうこともあるから、コンディションもモチベーションも高いと思う。難しい試合にはなっていくやろうけれども、勝ち点3をホームに届けていってほしいなっていうのがあるかな。というわけで京都サンガ FC とアビスパ福岡の試合感想はこれくらいにしといて、他にも気になった試合話していきたいなと思うんですけれども、まずはジュビロ磐田 VS ヴィッセル神戸やね。17位と16位の直接対決っていうことで、まあ土曜日の試合、他にね川崎フロンターレとガンバ大阪の試合があったんやけれども、やっぱこっちの方が気になったのでこっちの試合を見てました。で、めちゃくちゃ雨が降っていた中で、前半からね神戸が押し込む場面がすごく多かったんよね。まあ武藤選手が効果的に抜け出しをしていってゴールに入っていく場面があったし、山口選手がねネットを揺らす場面とかもあったんやけれども、前半はねジュビロ磐田がリカルド・グラッサ選手を中心にゴールを守り切ったっていう感じだったんよね。ただ本当に前半の15分から30分くらいかな、神戸が押し込む場面が多すぎて、本当にこれ下位の方で苦しんでいるチームなんていうくらい綺麗なパス回しから崩しっていうのを見せていたんよね。だからもうポテンシャルは高いチームっていうのが本当に分かるプレーが多かったね。まあ磐田の方はポゼッションしたいんやろうけれども、それ以上にポゼッションされている神戸っていう感じだったし、まあ、大森選手とかジャーメイン選手とか前の方にねボールがね収まらないっていうのが少し懸念点やったかなっていうのがあったね。で、後半の方もね31分に大迫選手がね PK を蹴って先制するんやけれども、その PK の前のシーンもね武藤選手がねペナルティエリア内に侵入していったところでリカルド・グラッサ選手に倒されたっていう感じだったんやけれども、これがね本当に今まで頑張ってきたグラッサ選手がここでファールで PK 献上っていうのは磐田からすると結構痛かったと思うし、まあ、少しね外に開いていたっていうのがあったから無理にいかんでもよかったんじゃないかなっていう中で、まあ、武藤選手がね効果的にこの試合ずっと裏に抜け出してたり、前線でボールを持ったらシュートに行ってたっていうのもあって驚異的に感じてしまったんやろうね。そしてそんな中 PK をきっちりと決め切った大迫選手、狡猾やなっていうのがあったし、神戸はその後もねきっちりと時間を使っていってポゼッション、そして勝利に持っていったっていうのは本当にすごいなっていうのを感じました。まあ磐田と神戸両方ともねポゼッションを駆使するようなチームで、まあアンドレス・インニエスタ VS 遠藤さんみたいな感じで言われてたんやろうけれども、まあ神戸が、まあ、小田選手とかゆるき選手とかそこら辺のサイドからの攻撃っていうのも駆使してゲームを支配したなっていうのがあったかな。これで神戸は3連勝で、2試合前やっけそこまでは最下位にいたチームがもう16位まで上がってきて、15位のガンバ大阪との勝ち点差は1で、14位13位12位11位と大混戦になっている札幌湘南京都サンガとかは勝ち点24で4差、本当に全然分からへんくなったし、他の試合もね清水エスパルスが名古屋グランパスに勝利して勝ち点20まで持っていって降格圏っていうのと、本当に11位以下10位9位とかその辺がね勝ち点差6しかないっていうのは今年の J リーグは異常事態やなっていうのを感じますよね。やからこそすごく下位争いっていうか順位の近いチーム同士、勝ち点の近いチーム同士の対決っていうのが本当に重要になってくると思うし、次はねサンガは広島っていうことで少し勝ち点差は離れているものの、他のチームとかやったら全然順位の近いチーム同士の対決っていうのは多いと思うよ。やからこそここでねあっけなく広島に勝ち点3を明け渡してしまったらまた順位が下がっていくっていう可能性もあるし、次の試合ってなると栃木 SC 戦なんやけれども、次のリーグ戦はねしっかりと準備していって勝ち点3を奪ってくれたらなっていうのがあるかな。というわけでなんか話してたら締めの感じを出してしまったので今回はこれくらいで終わりにしたいと思うんですけれども、川崎フロンターレの家永選手のバイシクルなシュートとか、浦和レッズが3対0で勝利してたりとか、セレッソ大阪と横浜 F マリノスは劇的なマリノスのレオセアラ選手のヘディングシュートで2対2
2の引き分けに持っていってたりと、すごく面白い試合が多かった今節。まあ、次の試合天皇杯もあるし、ダゾーンを通してっていう感じやったらリーグ戦にはなると思うんやけれども、連戦が控えている京都サンガ、そして他の J1 クラブのチーム、今後も面白い試合をどんどん見せていってくれたらなっていうのがあるかな。というわけで今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。